レビューするのはこれだえー、っとミクロマンアーツプリパラの,の,あのソラミスマイルセットをレビューをしますまあこれあのソラミスマイルの3人組のラーラとミ,ミレイとソフィーが入ってるあのミクロマンですねえまあねあのプリパラでも ミクロ、ミクロマンカーにな、なるんだなと、と、なるのでね,ね、僕もいいなと思います。では、あの、開封していきましょう。ちょっとさ、これを開封する前にさ、さ、ちょっとね、ね、僕実はというと、あの、ミクロマンを集めています。まあね、ちょっとさ、まだまだ開いてないけども、もう、こんな風に、 にミクロマンを集め、集めています。まあ、ミクロマンって何かというと、と、あの、僕はずっと前レビューした、だ、まあ2年前なんですが、あの、名作玩具でもあった、ある、あの、変身サイボーグ1号の、の、後継機玩具でもあってね、でね、ちょっとそれを、さあ、 ちょっと小さくして、まあ変身サイボーグをね、うん。まあそれをさ、あの、基地遊びにも、もう、あの、あ、もう、遊びやすくした、したおもちゃでもあります。まあこんなに、さ、さあ、あの、もう、こんなに小さくなっちゃったんだけどね、うん。まああの、ミクルマン、 でね、実はというとね、宇宙人、なん、なんですけどね。実はというとね、うん。まあね、あの、昔の、ミクロマンは、は、そんな風でした。まあ、そうだな。後に、あの、ミクロマンのライバル、ルガングでもある、あの、ダイアクロンが出て、ね、それで、あの、80年代から、 ニューミクロマンが誕生して、なん、てあの、なんと、あの、ミクロチェンジャーシリーズが出てさ、その日のミクロマンチェンジャーシリーズが、あの、今、まあ、まあ、ある、あの、この、トランスフォーマー、トランスフォーマーから発展しましたもんでね、うん。 まあ、ちなみにコンボイは、あの、ダイアクロンのバトルコンボイから来たおもちゃなんだもんでね。うん、まあ、ミクロマンも、あの、昔にあるおもちゃでもあります。まあね、ミクロマンめちゃくちゃ、いや、ミクロマン古いよ。へっへっへっへ。まあね、あの、ミクロマンとかさ、まあ、ミクロマンね、 あの、名作玩具にも、もう、入る、入るけども、ね、うん、今のところね <laughs>。まあ、ちなみに僕は持っとんのは、これ、平成から出た、あの、ミクロマンシリーズのおもちゃなんです。ね、うん。まあ、下にさ、さあ、あの、平成の1999年から出た、ミクロマンシリーズ、 が、まあ、あの、これ、あの、限定版になっとるもんでね、うん。まあ、お宝、お大地で買ったやつなんです。まあ、全部、あの、一、一、主要メンバーが、全部、集まったやつも、だもんでさ、まあ、これは大もん、大満足だもんでね、うん。その平成版の後、あと、あと番組、いや、あとのやつでね、 まあ、ミクロマン、レッドパーズ、なんですがね、うん。まあ、あの、この平成版のミクロマンが、放送終了後に、このレッドパーズが、玩具のみで展開しました。まあ、ミクロマン、スーパーサタケもう、僕も売ってますもんね、うん。そして、2003、2000年の2003年、2004年、うん 2005年ぐらいになると、この、の、ミクロアクション、の、ボトムズとかさ、さ、こういう、女の子、女性みたいな、な、あの、ミクロマンも登場しました。もうこれ開封済みなんですがね、うん。まあ、こんな風でね、うん。まあ、ミクロマンって言うと、顔が、 頭が、あの、の、シルバーメッキになっていてね。でね、シルバーメッキで、で、下は、あの、足がメッキ化カーでね。まあ、ほとんどはこんなサイズのフィギュアでもあります。まあ、あの、しかも稼働するもんでね。うん。まあ、ミクロマンって言うと、あの、懐かしい気がする人もおります。 ね,ね,ね、そして、2014年か13年ぐらいになると、ね、このミクロマンアーツが、あの、タカアトミアーツで発売しました。まあ、これはあの、タカアトミアーツって書いとるもんでね、うん。まあね、タカアトミアーツだから、ミクロマンにもアーツがつきました。ねうん もちろん、今回レビューする、する、この、ミクロマーズの、あの、プリパラの、あの、フィギュアも、あの、レビューを、いや、じゃなくて、これを、もう、あの、もちろん、プリパラも、あの、大人、大人でも、人気が流行っとったもんでね、そのおかげで、でね、あの、プリパラも、ミクロマン化になりました。 まあ実はと言うと、これね、ね、あの、の、高富奴の E 組限定の、の、あの、の、の,の商品ではあります。<laughs> そうそう、あの、2013、いや、2003年からのミクロマンシリーズは、実はと言うと、ね、これ、15歳以上になっています。まあね、僕も、 もうさ、あの、の、大人にも、プリパラはやっぱ大人にも受け入れたなと思ったもんでね、こういうのも出たんだなと思います。ね、うん。まあ、これでいいな、うん、ちなみに、さ、今回これをレビューするけども、ね、ちょっとさ、後の、これは後日、レビューをしたい、したいと思います。 ね、うん。そんじゃあ、あの、これをちょっとレビューをしていきます。さあ、ちょっと箱を、こう、あの、見ていきましょう。まずは、横はこんな感じになっていて、ね、うん、上はこんな感じ。でね、まあ、こんな風なんだけどね、うん、もう横はこんな感じになっています。下は、あの、ミクロマンアーツって書いています。ねうん ミクロも、後ろはこんな感じになっています。まあこれ15歳以上のおもちゃなもんでね。ハイゲージトインにもなっているもんでね。<laughs> まあね、大人の男性でも、大人の男性が、が、まあプリパラが受け入れたもんでね、こんなのも、のが、あの、出たんだなと思います。<laughs> まあやっぱ大人の男性も、 プリパラ好きだなぁと、と、思っ、ほん、本当に思ったんだな、思ったよ。<laughs> ちなみにさ、ミクロマンアーツにも、あの、の、この55575だったっけの、このシリーズも出ていてね、他にも、あの、ラブライブ、ラブライブの、の、 の、ミクロマンアーツや、あの、カンコレも、もう、出ています。まあね、ミクロマンアーツのシリーズなんですがね、うん。まあ、今回は、これを、レビューをしようと思います。うん。そんじゃあ、開封していきましょう。まあ、これちょっと中古品だもんでね、まあ、どんな風になっとるのかな、ね。ちょっと、ね、ぐっちゃぐちゃになっと、 のも、あります <laughs>、うん。えっと、説明書はないね。うん、じゃあ開けてみましょう。おこんな風になっています。ねうん、まあ、ちょっと手がバラバラに、になっているもんでね。<laughs> ちょっと中古品だからね。 手がバラバラになっています <laughs>。ちょっとやばいな <laughs>。それでは全部取り出していきましょうか <laughs>、まあ。あの、ブリスターから出しときました。まあ、これが、み、が、あの、今のミクロマン、ミクロマンでもあってさ、あの、顔が、が、あの、の、塗られていてね、まるで、 なんか、あの、あれ、まあ、SH フィギュアーツ、いや、あの、フィグマみたいになっています。まあ、造形がすげえな。<laughs> まあ、なんとこれね、実はというとね、このプリチケが入っています。まあ、ミクロマーズ限定のね、あの、パイレーツセブワンピーが入っていてね、 まあ、これが、ねえ、まあ、アニメの、の、プリパラで、で、まあ、あの、第一期、でね、まあ、確か、ねえ、初期頃の、あの、ソラミスマイルの、のね、あの、の、ああいうや、あの、の、確か、鳥のカゴから、 で、出たいっていう、いうやつでね。まあ、二人が、が、あの、鳥のカゴに入っていて、それが、が、誰か一人が、ね。まあ、こういう鍵を,を、を持ってね。それでね、ね、鍵を、あの、鳥の、鳥、鳥カゴに、を、の鍵を開いて、それで、で、 二人が脱出するシーンがありました。ね、確か。ね。<laughs> まあね、こういうのが、が、あの、三人来ています。<laughs> しかも、ラーラには、この、あの、ラーラのお馴染みの、あの、かしこまの、の、の手がついていて、ね、 ねうん。マイクは、あの、この、大気の初期頃の、マイクを持っとる、テや、ねテ手や、えっと、それに、あの、の、平手や、ねえ、平手とか、が、あの、 持ち手の、のやつがついています。ついていました。ね、うん。しかも、この鍵も、もう、持って、あ、ついていました。まあ、こんな風に持つだろうかな、とも思うけどね、うん。まあ、もちろん、可動範囲は、は、こういう風にあの、腕がこん、こんな風に動いてね、うん。 まあ、なんと足が、が、こういう風にあここはラバー、ラバーになっていてね、こんな風に、ここはくっついています。まあ、ちょっとそ、こ、スカートの下は、お見せはでき、お見せできないけども、まあ、そんなところを見せる気はしません。ね、うん。 まあ、こんな、風だな、と、あの、の、思いました。ね、うん。ちょっと最後にさ、この2004年に発売した、あの、プリ、の、ミクロ、ミクロマンの、の、これと、の比較してみると、やっぱ、大きさは、あの、あんま変わりません。まあ、ちょっとダイザーがさ、さあ、 こんな薄っぺらい、ようになっとるもんでね。ちょっと僕は、これをちょっと持っていますからね。うんまあね、サイズは、は、あんま変わっていないもんでね。まあね、ミクロマンを集めてる人には、は、これいい、いいなと思います。まあ、だけども、これはあの、全部あの、女性の、まあ、 あの、女性の、のフィギュアだもんでね、あの、男の場合は、ちょっと少し、大きい、大きいようになっています。ます。まあ、で、だけども、あの、大人の女性だったら、ちょっと少しは、大きい感じにも、なっていると思います。ね、うん。ちょっと比べてみようか、<laughs> ね、うん。 これが2000年に発売したミクロマンネットパーズの、の、スーパーサタケを比べてみると、あ、ちょっと違うか。<笑><笑>まあ、これも、もう少し、これもあの、の、の、あの、これも、もう一緒に遊べるの、遊べる、遊ぶもののも、あの、楽しい感じが、 していきますね <laughs>。まあね。これがね、あの、ミクロマンの、あの、プリパラのソラミスマイルセット。で、えっと、パイレッツスレーブワンピーの、のやつなんです。ね。うんあ。というわけで、ミクロマンアーツのプリパラソラミスマイルセットを、 のレビューはいかがだったでしょうかちょっとね、ね、えっとね、ちょっと正直言う,言うけどもさ、なんかさ、さ、あーの、ソミー・スマイル、スマイルの、の、ラーラ・ミレイ、ソフィーの、あの、普段の、あの、プリパラの姿のバ、バージョンや、 あの、ドレッシングパフェとかさ、さあ、あとあの、ガルマゲドンも、もう、もう、大体出して欲しかった。大体いい出して欲しかったな、と思います。まあね、まあだけども、ソラミスマイルのこれが出たもんでね、まあ大概あの、大人にも受け入れたな、と、本当は思います。 まあ、ミクロマンは、もともと子供む、まあ、あの、子供向けのおもちゃだもんでね。うん、まあ、これが、ね、ミクロマンアーツ、あの、大人、大人向けのおもちゃだもんでね。まあ、これがいいと思います。しかもね、ね、この、プリチケがついて、ついてくるもんでね。 まあね、これがいい、これがついてよかったな、と、別に思います。まあ、プリパラ好きの、の、あの、大人の人でも、これが、が、ついてくるもんでね。まあね、ね、プリパラ好きのみんなも、もう、これはいいな、と思いますね。うん。まあ、よかったわね。 もしよければ、チャンネル登録や高評価、コメントなどお願いします。コメントには、あの、僕、ミクロマン大好きですとかが、あー、このプリパラのミクロマンあったんだな、とかでもいいので、ぜひ、いいあの、コメントに書いてください。まあ、ちょっと仮説悪くて、って、申し訳ないけども、ちょっとここはご了承ください。 まあ僕の,あの新しい動画がいち早く見たい人はあのチャンネル登録をおすすめしますまあそうだなあのミクロマンミクロマン、まあ、今んところ新作も出てないもんな <laughs> よう言えば、ね、確か2015年まで終わったもんなカンコレのやつまでだったな <laughs> まあ、ミクロマンの新しいやつ、出してほしいな。僕はそう思います。<laughs> まあ、出してほしい。本当に。まあね。というわけで、ね、ミクロ、ミクロマンアーツのプリパラのソラミスマイルセットのレビューを終わります。それでは次の動画でお会いしましょう。またでした。バイバーイ。 またねー。まあ多分これアマゾンや楽天でもまだまだあるのでね。ね。欲しい方はぜひ買ってください。アマゾンで。アマゾンか楽天でね。またねー。